日常運動食旅へようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ケロッグの玄米フレークを食べたいと思います。コンブランとかに続いて今回は玄米ですね。まあお米もコーンも穀物だからちゃんと匂い込まれそうです。同じようにフレークにできるのかもしれませんが、甘くないフレークどんなものなのでしょうね。はい、中身はこんな感じになってます。今回もヨーグルトは用意してますが、まずはいつも通りそのまま、はい、こんな感じになってます。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。本当に甘くないな。お米でもそれなりに甘さあるもんだと思ってたけど、これはお菓子じゃなくてご飯にできるフレークだな。本当に全く甘くなくて、香ばしさだけは口の中に広がってくるフレークでしたね。なので料理にも使えると書かれていますが、本当に使えると思います。なんか甘いものに添えるけどコーンフレーク甘くて嫌だなっていう方にはいいかもしれません。まあそんなピンポイントな方はいらっしゃるのかどうかは分かりませんが、どうになんか考え方次第でいろんなことができそうですね。ただこれ単体で食べるのはちょっと味気ないので、何かのアレンジは必須かなっていう部分があるので、その点を踏まえるとこれはこちらの点数とさせていただきます。まあアレンジしたらいいんですけどね。それではこぞ今年7になるのに飛散経緯。日本人は特に7を神聖な数字にする傾向がありますが、それで悲惨な目に遭うってどんなことか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。